マリーナ・アンドレイ・エブナ・アレクサンドロバは、ハンガリー生まれのロシアの女優である。アレクサンドロバという姓は、芸名で、本名はプペーニナ。1982年8月29日、ハンガリー人民共和国バーチ騎士訓兼、騎士訓シャ市で、ハンガリー中流ソビエト軍士官の家庭に生まれた。父のアンドレイ・ビター・リエビチは、中佐で、 母のイリーナ・アナトーリエーブナはエアイゲル先近レムロシア、国立教育大学の教師だった。1986年、一家は越バイカル地方に引っ越し、トゥーラを経て、1987年にレニングラードへ引っ越した。第308中等学校で数学を学び、音楽学校ではハープを学んで卒業した。1996年から演劇スタジオ、 オーブラジーで活動を始めた。中等学校を終えた後、ボリース市中近記念演劇大学に入学した。そこでは、VP ニコライエーンコに教授された。ロシアベラルーシ合作のテレビシリーズ、最後の走行列車の第3話でヌードを披露した。2006年から、モスクワのソブレ名演肉劇場に所属する女優となった。 2008年撮影2005年から2007年にかけて、俳優のアレクサンドル・ドモガロフと同棲した後、2008年6月7日には、自分と同じそびれメえンにく劇場所属の俳優、IS ・ステブノフと結婚したが、2010年4月に離婚した。2011年に、テレビ局ディレクターのアンドレイ・ボルテンコと再婚。2012年7月11日に息子を出産し、 夫の名前を取ってアンドレーと命名。2015年9月には娘を出産し、2014年に自ら主演したドラマエカテリーナの主人公、エカテリーナ二世女帝にちなんでエカテリーナと命名した。ありがとうございます。